よ、朝日ひよたです。本日はですね、誕生日ネタをね、引っ張って申し訳ないんですけど、ここまでね、引っ張るつもりはなかったんですけど、でも、ちょっと引っ張らせてみるとね、嬉しいことだったんで、それで何かっていうとね、弟の朝日流星くんいるじゃないですか。流星くんのチャンネルは、概要欄にある URL から飛んでほしいんですけど、見てくださいよ。てってれー、誕生日プレゼントをもらいました。なのでね、食べていこうと思います。やっていこう。たらたらね、食べるだけなんでクソつまんねえ動画ですけど、でもね、せっかく流星くんにこれをもらったんで食べていこうと思います、分かった。ということで、ごちそうさまでした。まあね、こういうささやかなプレゼントでも、お兄ちゃんは嬉しいぞっていうことをね、流星君には、伝えたいと思います。はい。美味しいね、やっぱブラックサンダー。まあね、ちょっと、ブラックサンダーってさ、何入ってる？純チョコレートっていう名前で、砂糖、植物種子、全購入、脱脂乳、ココアパウダー、カカオマス、乳糖、乳糖、食塩、ココアクッキー、種子加工品、植物油、ショートニング、カカオマス、食塩、ホエイパウダー、甘味料、ソルビートル、膨張剤、自家剤、大豆由来、香料、よくわかんねえや。まあ漢字読むの、ね、結構良かったりするんで、まあね、そう生活にね、支障がないくらいは読めるとは思うんですけど、でもちょっともうちょっと勉強しないとなとは思ってます。まあ、ね、よくね、質問箱とかで勉強とかどうやってますかみたいなことを聞かれるんですけど、学生なんでしないってよく言うんですけどね、それじゃあもう通じなくなってますね、僕。悲しいですね。でもまあ美味しいですね、ブラックサンダーの。コンビニとかでね、ブラックサンダーのなんかポーチ売ってますよね。あれね、弟にね、買ってあげようかなとかは思ってますね。一応ね、僕もブラックサンダー本体をあげたんですけど、まあどうですかね、喜んでくれますかね。そう、まあ、とりあえず、ね、美味しかったよってことです。まあね、とりあえずね。動画はこの辺にしようかなとか思ってます。はい、とりあえず最後に弟よブラックサンダーサンキューな、さっきも言ったけどポーチあげるからなブラックサンダー。もしこの動画よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ということでじゃあバイバイ。まあいつになるかわかんないけどなでもまあ近いうちより、まあ、コンビニのあれ期間限定だろ、期間が終わる前に買ってやる。